はいどうも、サブチャンネルの僕ですということで、今回サブチャンネルは昇格の切り札、覚醒の可能性、 J1 から J2 に今年の夏に移籍するんじゃないかという候補生ですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、今回フォワード編ということで、まあ、ミッドフィルダー編、そしてディフェンダー編とやっていこうと思っております。そしてこちらサブチャンネルなんですけれども、メインチャンネルの方ですね、動画概要欄にあるメインチャンネルの方でもですね、逆に今度は個人昇格後方ですね、夏の注目銘柄個人昇格フォワード編ということでメインチャンネルではやっております。よかったら動画概要欄からメインチャンネルもよろしくお願いいたしますということで、早速今回やっていきましょう。まず一人目ですね、浦和レッズ木原選手ですね。まあ、この選手もすでにアジアでのデビューは飾ってますね。これ ACA でアジアデビューは飾っているんですけども、肝心のこれリーグ戦での、デビューはまだありません。この木原選手さ、この選手覚醒か、そして成長、この辺をですね促していきたい。まあ、僕は浦和レッズサポーターではあるんですけどもね、この浦和レッズサポーターの中でも結構これ期待値の高い木原選手、この選手一旦 J2 とか、まあ、J3 とかに預けておいて、そこからまあ出場機会を得てもらう、そこはちょっと一つ狙いとしてあるんじゃないかと思っているんで、まあ、この木原選手もですね、ネクスト上田綺世じゃないかとか、もしくは佐藤久人のようなこれ抜け出しのうまさがあるとかね、これいろいろ言われている。それぐらい本当これ、まあ、本当誰もが知る J リーガーとか、日本代表レジェンド選手と比較されがちな木原選手で、ございます。さあこの選手どこに移籍するのかという話でございまして、まあさっきも言ったんですけれどもね、まあ、僕は浦和レッズサポーターであります。だから浦和レッズサポーターでありつつも、しかし、まあやっぱこういうチーム、こういう監督のとこに預けたいよねっていうのが、やっぱり琉球とか、まあ、相模原、水戸、この辺にはなってきますね。まあ、この3チームともちょっと浦和レッズと縁のあるクラブになってきます。まあ、琉球でいうと昨年、武田選手が移籍、まあ、レンタル移籍したりとか、逆に浦和レッズ、小泉選手を、これね、移籍で、まあ、獲得したりとか、そういうやり取りのある琉球、そして相模原もこれ、藤原選手がこれ、浦和レッズから行ったりとかしているんで、ここもやっぱ相模原も若手選手獲得したいチームであると思うんで、まあ、そこはあるんじゃないかっていうのはやっぱりあります。そしてあとは水戸ですね。これは水戸は西村 GM が元浦和レッズの選手であるんで、ここのやり取りも結構多いですね。昨年は平野選手が行ったりとか、逆に浦和から木下選手が今年は行ったりとかしているんで、結構こう選手の行き来というのは結構ある水戸ですし、あとやっぱ秋葉監督の存在というのは個人的には非常に大きいですね。もうこの秋葉監督とか、やっぱりこれ攻撃的な監督でして、まあ、これ人柄も僕好きなんです。これ試合後のインタビューとか聞いていると、秋葉監督って本当にこれピッチの外では人がいいんだろうなっちゅう、それぐらいですね、本当のこうなんて言うんですか、この一緒に飲みに行きたいおじさんっていう僕のイメージがこの秋葉さんにはあって、秋葉監督にはあって、一回僕秋葉監督と握手してもらったことが、正直あるんですけれどもね、っていうのがあります。それぐらいちょっと水戸のこの攻撃的なサッカー、そこのスタイルに合うんじゃないかと思うんで、木原選手、まあこんな感じで言うと正直一番預けたいのは水戸でございます。まあ、水戸もそれこそ木下選手とか遠山昌司とかいいセンターフォワードの選手いるんで、まあ、水戸に行ってもですね、水戸で成長することができても出場機会というのはなかなか難しいかもしれませんけども、さあこの3つ僕は個人的には希望しているわけでございますけどもね。はい、そして2人目、エベラードですね。まあ、こちらはまあ育成、もちろん育成じゃなくて昇格への切り札として移籍するんじゃないですかね。まあ、ここ2年ですね、結果の構成で出場機会が減っております。まあ、現在鹿島のセンターフォワードのところで言うと上田綺世、そして鈴木優真がいるわけで、その2人の控えにも荒木選手がいたりとかね、ここ本当染野選手もいたりとか、本当このセンターフォワードのところ結構ね層が厚い。まあ、荒木は純粋なストライカーではないんですけども、このまあ 1.5 列目ができたりとかするんで、このセンターフォワードとか、まあ、1.5 列目、ここはちょっと鹿島層が厚くて、これエベラードがなかなか出る機会を得ることができてね。まあ、しかし、まあこれエベラードの得点力とか、そこは折り紙付きなんで、まあ、J2、まあ、もちろんこれエベラードに関しては逆に J1 残留の切り札としてどっか移籍する可能性もあると思うんですけども、まあ、もう一個ね見据えると J2 昇格の切り札になるような選手でもあると思うんで、まあ、移籍候補としては現在昇格争いをしているまあ新潟とか仙台、そしてセンターフォワードのところなかなか点が取れていない大分ですね。この辺は大分サムエル選手がいるんで、外国人選手はフォワードにいるんですけど、なかなかこう得点力不足解消できていないんで、まあ、大分の場合得点力不足解消、そして昇格へということで、この辺が狙ってくるんじゃないか。もちろんこれ以外も十分あると思うんですけど、個人的にはこの辺もちろんこれ動いてくるんじゃないかと思っているわけでございますけどもね。はい、
そして3人目同じ鹿島から染野選手ですね、まあ、染野もだから本当、ね、今年途中出場から8試合は出ているんですけど、それでもちょっとなかなか出場時間は伸びてこないということで、この選手もまあ上田候補、ネクスト上田候補って書いてますけれどもね、まあ、上田綺世がいずれ海外に行くであろう、その後のまあセンターフォワード候補にはなってくるんで、まあ、今のうちにちょっと出場機会を与えて、それこそまあエベラードか染野かどちらか1枚は僕はまあこれねレンタルとか完全移籍、まあレンタルとか染野の場合レンタルですけれどもね、レンタルとかでまあ出した方がいいんじゃないかなというのはやっぱりあります。それがちょっと上田綺世とあの鈴木優真のこのツートップ、なかなかこれここからレギュラー奪うのは難しいと思うんで、やっぱりこう染野とか将来性のある選手はちょっと一旦ねレンタルで育成、まあ、成長を促すというのもありかなと思いますね。で移籍候補としては水戸、まあ、やっぱこれやっぱ水戸は本当攻撃的な選手育てるのがうまいんでね、まあ、水戸とかあと同じくねなぜかストライカーが、育つでおなじみ長崎ですね、まあ、小屋選手とか、上中朝日とか本当あとまあ長井選手とかもそうですけどもね、本当長崎ってねフォワード若手のフォワードとかなかなか伸び悩んで、まあ、鈴木武蔵もそうですね、鈴木武蔵とかもそうなんですけどもね、本当ねなかなか伸び悩んでる若手がぐんと伸びる、そんな土壌があるこの長崎でございますんでね、これ、ストライカー育成は長崎として染めのちょっとありじゃないかと思ってますね。あとは、まあ、秋田監督ですね、鹿島アントラーズ OB の秋田監督のいる岩手ですね、秋田監督のいる岩手っていうとなかなかややこしいんですけど、そこのまあ縁があって染めのも可能性としてはある、まあ、染めの、まあ、岩手の場合はだから J2 残留の、まあ、切り札じゃないですけれども、ね、そういう形の移籍もありじゃないかと思ってるわけでございますけれどもね、はい。そして4人目ディサロですね。ディサロに関しては僕はずっと好きな選手で、北九州時代は本当何回も、沸かせてもらった選手であるんですけども、ディサロもこれ、今年2年目ですけどもね、清水でなかなか活躍、できていない、センターフォワードとかむしろこれオセフン選手が加入してね層が厚くなってしまって、まあ、オセフン、サンタナ、そして鈴木優斗がいて、本当ここはちょっとなかなか出る機会がないんじゃないかというのはあります。まあ、昨年ロティーナですね、ロティーナ監督の時はインサイドハーフで起用されてて、多分開幕戦だったかな、途中中からとか使われてた感じがするんですけれども、ディサローはそういうことで、まあ、器用な選手であるんですけれども、なかなか、ポジション取るに至っていない、しかしもポテンシャルは高い選手なんで、まあ、移籍候補としてはさっき言った、まあ、フォワード育成の場に長けている長崎とか、まあ、長崎もだからねなかなかエジカルジュニアがいて、その相方上中今年苦しんでますし、徳良も、まあ、徳良結果残しているんですけれどもね、ちゅうのがあって、なかなかこれセンターフォワードのとこは難しいものがあるというのでね、まあ、ここをどうするかちゅうのがやっぱり一つ課題になっていくんで、まあ、ディサローはありかな。そしてあとは北九州、まあ、J3 ですけれども、ね、まあ、今回 J1 から J2 で書いているんですけども、まあ、古巣の北九州に戻るというのも十分あり得るんじゃないか。そして大宮ですね、大宮もちょっと、川田選手ですね、センターフォワード1枚川田選手がいるんですけど、まあ、その控えとか、そのツートップにすればそこの相方とか、まあ、このディサローをねうまいこと使うことができるんじゃないかと思うんで、まあ、ディサロー大宮、J2 残留の切り札にある。そして岡山ね、岡山は結構今年本当ファジーな、ファジアのだけにですねファジーな面白い補強を、しているんで、ディサローのレンタルとか僕は面白いんじゃないですかね。現在この収録時点で岡山多分4位とかそのあたりに、まあ、ちょっとまあ J2 がゲーム全部終わってないか、これちょっとねJ2 が全部終わっていない段階、今節ですね、今節の J2 が全部終わっていない段階なんで、暫定順位とかになっているので、ちょっとややこしいので、ちょっと順位の話はやめておきましょうかね。まあ、岡山が結構いい位置にいるんで、自動昇格とかプレーオフとか、そこ考えると、ディサロ、もう1枚攻撃的な選手を1枚ということであれば、これぴったりなんじゃないですかね。という意味で、ディサロはありかなと思ってますけどもね。はい。そして5人目最後、小田選手ですね。まあ、和製エムバペということで、本当スピードのある選手でございます。この小田雄太郎選手ですね。今年ヴィッセル神戸でも結構これコンスタントに出場機会得ているんで、まあ、ないのかなという感じがしますけども、まあ、しかし、大迫武藤、この2枚が万全であれば、ここは2枚間違いなくスタメンで入っていくと思います。その後には、まあこれ、いろんなね、これね、まあ、藤本選手怪我しているんでね、まあ多分、ヴィッセル神戸、藤本選手は多分秋口ぐらいの復帰になるんですかね。まだまだちょっと時間がかかりそうであるんで、そこの控えとか、まあ、坊ちゃんもいるんですけどもね、まあそこの控えとして置いとくのはありと思うんですけども、しかし、まあちょっともったいないなというのはあるんでね、まあ移籍候補としてやっぱ長崎、まあ本当今回長崎と 北九州はまあだから本当、まあ、北九州に関してちょっと後から話しますけど、やっぱり長崎ってフォワードの育成に長けているというか、なぜか長崎でセンターフォワードが、育つというのでね、まあ、このね多分長崎に預けたいというチーム多いんじゃないですかね。まあ、あとはやっぱり松田監督とヴィッセル神戸つながりがあるんで、そこもありかなというのがあるので、北
九州ですね、北九州とヴィッセル神戸も実はちょっとここ数年やり取りがあって、例えば藤谷選手とかゴールキーパー吉丸選手がヴィッセル神戸から来ているんで、まあ、ここはちょっとどういう関連があるか分かりませんけれどもね、神戸北九州間というか、まあ、一方的に神戸から来てもらっているんですけれどもね、こうやり取りもあるんで面白いんじゃないか。そしてあと群馬ですね、大槻監督のいる、群馬も結構これ縦に速いサッカー、本当縦に速く奪って速攻みたいなサッカーやっているんで、それこそこの小田選手のスピード、ここは生きる土壌があるのは群馬じゃないかと思うんで、ちょっと小田選手群馬に僕ハマりそうな気がするんでね、ちょっと見てみたいなというのはありますけどもね、まあ、そういうことでちょっと移籍候補を、ね、まあ、初期3つとか4つとか挙げているんですけれども、多分今回挙げた人、5人ですね、今回挙げた5人に関しては移籍候補に挙げていないところもどこも欲しい選手ではあると思うんですけれども、ちょっと個人的にちょっと縁とゆかりとか、あとちょっとこういう、ね、選手がこういうタイプの選手がいたら面白いんじゃないかとか、そういうことも考えて入れています。ちょっとね、本当どこでも欲しい選手たちがあるんで迷ったんですけれども、さあこういう選手たちの活躍ちょっと、期待して、その覚醒とか、まあ、もう一回これ花咲かせるとか、そこちょっと期待して見ていこうと思ってますけれどもね、はい。ということで以上になります。以上パルプンテ J サッカーちゃんサブの僕でしょうか。メインチャンネルもサブチャンネルもよろしくお願いいたします。さら。喜ぶよ。